はい、えー。未来の日本語教育組未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。はい。えー、と、このビデオは、えー、TTCB、あ、TTCB コースの第2週ですね。第2週は、えー、学習管理システムと教授法についてお話しします。で、えー、第1週目、あ、そう。第週目の1つ目のビデオでは、えー、学習管理システムとは何かについてお話をします。はい。えー まずですね、あの、先生の仕事というのはとても大変なんですよね。で、えー、例えば教案を作ったり、それから教材をコピーして配布したり、えー、授業をしたり、えー、テストを作って、テストをコピーして、えー、それから宿題もチェックして、で、テストとか宿題も全部採点しなきゃいけませんよね。それから成績を管理するのも大変です。で、この中のこの星がついている、えー、1、2、3、4、5、5つのことは、この 今回ご紹介する、えー、学習管理システムで自動化することができます。つまり人間の先生がしなくてもいいわけですね。はい、えー。じゃあ、その簡単に言ってしまうと、この学習管理システムというのは、授業以外の仕事が楽になる道具と考えてください。例えば、WhatsApp というチャットのツールがありますが、これもですね、LMS として使うこともできます。えー、っと、あんまり便利ではないですけどね。 じゃ、インドではどういう学習管理システムがあるかというのを、これ私が今年の10月ぐらいに、インドの日本語の先生にアンケートをした結果です。この44.1%緑色のところは学習管理システムを使っていないっていうんですね。使っていない人が一番多くて、この青いのは Google Classroom です。はい。ですから、で、この、この、こっちの水色っぽいのがブラックボードっていうんですけど、ま、インドでは、あの、 あの学習管理システムを使っている人はそのほとんどが Google Classroom を使っていると言っていいと思います。はい。えー、ですので、今回私たちもこの Google Classroom を、Google Classroom の使い方を体験してもらおうと思います。何が便利かっていうと、宿題とテストの管理がやっぱりとても便利なんですね。で、成績を計算するのも自動で全部やってくれます。 で、あの、浅い質問と深い質問っていうのを第一週のビデオで話しましたけど、えー、浅い質問でしたら採点も自動でやってもらうことができます。でもやっぱり深い質問は自動では採点することができません。それから学習者同士の交流はあまり便利ではありません。えー、なので、えー、と宿題や課題を出すシステムというふうに使われていることが多いと思います。 じゃあ、これがどういうふうに便利かっていうとですね、これ、例えば私が実際に、あの、他のコースで使っているところです。ちょっと名前はね、やっぱり消していますけど、えー、名前以外のところ、てか、これ全部本物です。名前を消していますが、それ以外は全部本物ですね。はい。で、えっ、ー、と、ここに、あの、えー、まあ、ここに一人一人の名前がこういうふうに書いてあって、えー、で、えー、ここにですね、その、週、えー、と、例えばこれは2020年の12月4日、これが12月10日というふうに書いてありますよね。 で、この時の平均点が98.82で、この時は100点になったっていうのがあります。すいません。この辺まだ採点してないのがあるので、まだクラスの平均点は出ていませんけどね。はい。えー、ところがですね、えっ、ー、と、これはあの、ストリームといって学習者同士が交流するところなんですけど、それはですね、私がこういうふうにかい、なんかあの、写真を投稿したりしても全然反応がなくて、えー、で、あの、まあ、これに、 この時に限らず、これまでもずっと Google Classroom の交流のシステムはあまり便利ではないというか、反応がないことが多いです。はい、ですので、今回はこの Slack の方でやっていますね。Slack だとこういうふうに皆さんがもう自分から自発的にどんどん書き込んでくれるので、学習者同士の交流もとても役に立つと思います。 えっと、以上で私の方のビデオは終わりですが、えっ、ー、と、このスライドのリンクはビットリースラッシュ t t c b 2 1 a というふうになっています。はい、以上です。では、えっ、ー、と、また次のビデオでお会いしましょう。失礼します。